人が人一緒になって、そうでしょ。はい、サスレボズのこんにちは。今回なんですけども、前回の動画ではマリーバの大枠をね、理解していただいたと思うんですけども、マリーバすごくいい、マリーバ行こうっていう方のためにもですね、ファーム生活におけるこうマイナス面だったり辛かったこと聞いていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ゲストはこの2人、リュウキとみっちゃんです。はい、ということでやっていきますけども、何かありましたか？ファーム生活をしていて失敗談、怖かったことなど。虫、ちょっとなんかキモい時はキモい。キモい時はキモい。何がキモかったの？なんか、川のすぐ横のキャラバンって、ね、もうほんと虫全部でかくて、もうゴキブリも超でかいし、チェアメイトがなんかほったらかしな感じで、リビングみたいな感じになってるんですけど、そこに食べた後のカップを置いてあって、朝用意してる時、終わりに7匹とか10匹ぐらい、うわ、ゴキブリが、そっけ、やば、寝てる間にゴキブリが川の上、毛布で、はい、寝ようって思って、そしたらなんか足のなんか指のとこコチョコチョってして、でそれで、え、何って思ってみたら、なんかこんぐらいのアリいて、でかっ、でそれで、はぁ、キモいってなって、で毛布にくっついてて、お尻が、それでこうティッシュで取って、引っ張って取って捨てようと思ってたの、でも毛布にくっついて取れなくって、で、なんでって思って、すごい、もうリュウピーヘビ、あ、ヘビ、僕の仕事、同期ヘビがすごいですね。僕がしてた仕事の内容、一番危険かもしれないです。仕事を9ヶ月間してて、数えきれないぐらい、そんなにでかい、こんなにでかいやつ、ドキュは噛まれたら、なんか行っちゃう、行っちゃいますね。15分ぐらいで死ぬ。でもバッチリプロテクターとかもして、あ、つけてね、そう、備えつけてあるんで、救急セット、はいはいはい。過去にそういう事例ありました？なんなら噛まれて、定かではないですけど、日本人が一人死んだ、もう確かに危なかったです。一瞬ここら辺まで来た、そう、毒蛇ですけど、タイパンすごい凶暴で、リュウピ君の仕事はカットする仕事だもんね。そう、カットして切ったら、まあ、蛇がいるみたいな、それは研究室では起こらないね。研究室では起こらないけど、パパイヤピッキングでも、雨の日とか、なんか下にいるとなんかよりもなんか上に上がってくるのかな。パパイヤとパパイヤの実の間でなんかぐるぐるぐるで巻いて寝てたりして、ピッキングと、うわ、蛇みたいなのは一回やった。だみんな言ってるのは、木の上にいるのは臆病やったり、新しい蛇、その住んでる時に何かあったわけですよ。キャラバンパーク結構泥棒が入るみたいな話で、テントに住んでる人たちとかが財布とか盗まれたっていう話、僕が住んでるキャラバンは一番目立つところやったんで、でもやっぱテントの人とかは車の中に入れといて鍵閉めといたり、結構それは頻繁に起こってたんですか、その窃盗というか。3回から入られたら、いっぺんにいろんなところで、全員そう盗まれて、たまに仕事帰りにちょっとレセプションの前でなんか人だかりができて、結構多いの、外から入ってくる人、そうそう、管理してる人たちが注意しに、アボリジニの子供たちが盗みに入ってるとかで、そういう中継焼きの、あの、オーストラリア好きですか？好きかと。他に何かあります？パパイヤピッキングひどい、パパイヤとマンゴーのピッキングはみんな痒くなる。なんかパパイヤの汁って酸らしくって、取った時にボタボタボタって落ちてくるのが、肌を溶かしにかかってくるから、もう手とかお腹も足ももうブツブツになって、めっちゃ痛いし痒いし、気温40度とかでも、もうこうクリーム塗ってラップ巻いて長袖着てピッキングすると、でかいパンだと、クリスマスパーティーとかやりますね。スカイバリアとプレゼント交換とかもして、アルファームは年に1回クリスマスパーティーの時に、今年のなんかどれだけ賞みたいな、そう、数人選ばれるんです。それも選ばれるではいない。あとスカイバリアとか
界バリューだと、うん、毎週月曜日にトレーラーの数を予想するんだけど、週に何トレーラー今回はピッキングできたかみたいな、うん、それの数を予想して、うん、当たったら、マジで毎週さ、当てたの？当てた、当てた、当てて、急にボスが来て、うん、怖いって思って、なんかなんかしたかなと思って、え、かけたなとか思って、そしたらなんかお金くれて、皆さん、ファームにおいて何か質問があったらね、またコメントやあのいいねください。せーの、マリバ。ちょっと言えんかった。せーの、マリバ。ゆうすけくん入りたい。コウジさんを。マリバ。声出した出したよ。じゃあもう一回いきますか。せーの、マリバ。